俺の血は半分だけ。燃えさしは俺のようには働かない。ディセンダント3、まだまだ続くよ。辰年にちなんでジュラシックワールドサバイバルキャンプを2週にわたって第1話から一挙放送。次々と襲い来る恐竜たち。ここにいたらヤバいって。そんな嘘だろ。走って早く。仲間と共に生き残れ。僕らの力で島から抜け出すんだ。辰年大放送ジュラシック祭り、13日から2週連続週末昼2時。ディズニーチャンネルムービー。いつか絶対に獣死隊に入ってみせるぞ。うん。貧しいミッキーたちの夢はこの絵獣死隊。私にボディーガードをつけて。そこに現れたぴったりな連中がおりましたぞ。大チャンス。ロマンティックだと思わない？獣死が守ってくれるなんて。俺の計画はプリンセスをとっ捕まえるんだ。さもなきゃ俺は王様になれん。プリンセスミニーに迫り来る危機。3人でプリンセスを助けよう。力を合わせれば誰にも止められないぞ。みんなの友情が勇気を与えてくれた。ミッキーが三重士になって大暴れ。諦めるんだなミッキー。さあどうかな。みんなは一人のために。みんなはみんなのために。ミッキー、ドナルド、グーフィーの三重士。1月5日金曜日朝11時30分ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー。 あのお猿のジョージが農場へ。ところが大変だ、動物が逃げ出した。カウボーイは諦めない。いざ動物たちを捕まえる大冒険へ。ジョージ行く。劇場版お猿のジョージ5、目指せカウボーイ。1月2日火曜日朝11時30分パパ。おじいちゃん。おー、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引越し。体のこと考えて、おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん、おひさ、孫のアリスや、うわー、ご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンのうちは超大変。新エピソード日曜日夜9時30分ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルオリジナルムービーディセンダント3。